増田大輔は、兵庫県赤市出身の元プロ野球選手、コーチ。滝川第二高等学校ではエースで4番、龍谷大学へ進学後も、投手を続けたが打力を買われて、指名打者で出場した関西六大学リーグでは1993年、春季リーグで当時リーグ記録2位の打率、500で、首位打者になる。3年の大学選手権では、本塁打を放った。 通算成績は88試合出場、309、打数96安打、打率、311、9本類打、36打点、ベストナイン3回受賞。1995年のドラフトで中日ドラゴンズから6位指名を受けて入団。瞬足とシュアな打撃が持ち味のアベレージヒッターで1年目のシーズン後半から1軍定着。 出場49試合ながら打率301をマーク。1997年には、音重鎮、アロンゾ・パウエルらがアイア人の故障や不調も重なり、シーズン序盤からスタメンに起用され、主に1番、センターとしてレギュラー定着。117試合に出場し、セリーグ最多となる8本の3塁打を記録する活躍を見せたが、 規定打席に到達したのはこのシーズンだけである。ドーム野球の申し子として、レギュラーの座をつかみかけていたが、走行手に状況判断の悪いプレーが目立ち、星野監督を怒らせることもたびたびあった。1998年からは阪神タイガースから、同じ瞬速高打タイプの関川孝一が加入したこともあり、出場機会は徐々に減少、大打機用が中心となった。 1999年は、レギュラーシーズン中は全くといって、いいほど出場機会に恵まれなかったが、この年の日本シリーズでは、シリーズ初打席で送りバントを失敗するも、以降は、お名返上とばかりにヒットを量産し、シリーズ打率6割を上回る、驚異的な数字を残す。見事、日本シリーズ首位打者に輝いた。二千年は四月に、代打で一試合出場したのみに終わり、 同年オフ、右肩治療のため一度自由契約となったが、故障が癒えたため再契約を果たした。2001年シーズン途中に、金銭トレードで大阪近鉄バッファローズへ移籍。移籍後は、代打要員として活躍した。その年の近鉄が優勝を決めた試合では、9回裏虫2.3塁の場面で、ギルバートの代打で登場して、指揮を選び、 北川博都市の代打逆転サヨナラ満塁、優勝決定ホームランの全打立てをした。2005年に分配ドラフトを経て東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍。2005年は4月に全く活躍ができず6月下旬まで2軍暮らしとなったが、1軍復帰後は7月に好成績を残す。8月は調子を落とし9月上旬に2軍落ちとなり、そのままシーズンを終えた。2006年は、 前年より、出場機会が減った。6年シーズン終盤に、楽天から戦力外通告を受ける。本人は、他球団でのプレーを希望し12球団、合同トライアウトを受験、本塁打を放つも声がかからずそのまま現役を引退。引退後は、楽天球団に、職員、コーチとして引き続き在籍している。2007年からは、ジュニアコーチ、同球団が主催する。 少年野球塾のゲストコーチなどとしても活動した。2013から14年は二軍野手コーチ、2018年からチーム統括本部チーム運営部部長兼 NPB 営業担当に就任。ありがとうございます。